西暦1935年、ヨーロッパ大陸では東ヨーロッパ帝国連合と大西洋連邦機構、2つの大国が大陸の覇権をめぐり全面戦争に突入した。第二次ヨーロッパ大戦の勃発である。ガリア公国、帝国と連邦の狭間に位置する小国家であり、ラグナイトと呼ばれるエネルギー鉱石の産出国でもある。豊富な資源を手中に収めんとする帝国はガリアに戦線を布告、その領内へと進撃を開始した。後にガリア戦役と呼ばれる戦いの始まりである。この戦いは祖国を守らんと集った義勇軍たちの活躍によりガリア公国の勝利で終結した。しかし、その裏にもう一つ、救国の部隊がいたことは誰も知らない。